はい、皆さんこんにちは。今日はですね、太一さんのヒートグローブ、型番はですね RST642、 これのちょっとねサイズ感とかをちょっと説明したいかなと思ってます。ですね、まずはですね、私はちょっとね全体的に小ぶりなので、まず手のサイズなんですけども、ちょっと逆からだからあれなんですけど、だいたいですね、指先真ん中18センチぐらいですね。股までがですね、だいたい75ぐらいですね。で、こちらが70ぐらい。で、親指60ぐらいかな。70じゃないか、60ぐらいですね。それでまあちょっと順序あれですけど、75。小指が、だいたい55ミリですね。5センチ5ミリっていうことですね。で、まあ、幅がだいたい90ぐらいか。まあ、こんなサイズです。ですけど、普段はですね、男性用の M でも結構でかいです。女性もんの L ぐらいがちょうどいいかな。まあ、ちょっとね、構造が若干違うみたいなんでね、女の人のと。ちょっと違うかな。まあ、それでですね、これを、この S サイズの、ちょっとしてみます。まあ、こんな感じですね。した感じはね、まあ、こういうヒート、グローブの中では意外に、すげえモコモコでダメじゃんっていう感じほどではないです。ただしですね、まあ、これ S でも、こんだけ空いてます。まあ、当然ですけどね。ちょ、これぐらい。真ん中これぐらい。ここもこれぐらいですね。親指はね、だいたい、空いてても5ミリぐらいかな。だいたいでもいいぐらいですね。で、まあ、これ、今の状態ですと、これでも多分、数分経ってもじんわり汗かく感じですよね。まあ、これだったら、下道でも操作しやすいかなぐらいのレベルですね。まあ、実際高速乗ってみて、どれぐらいこれでね、あったかいのかね。まあ、もうちょっと先になりますけど、レポートします。した感じは、こういうグローブの中では、まあまあいい方だと思いますよ。それとですね、まあ、去年失敗したなと思ったのは、今10月入ったばっかしですよね。今日は一応3日なんですけども、早めに頼まないとね、あっという間になくなります。特に M とかがですね、多分早くなくなるんじゃないかなと思います。残ってるのはね、まあバイクのああいうショップ行っても L とか XL とかですね、そんな大きいんで、もう L とか XL だと、よっぽど体大きい人か、もう職人かなんかで手がでかい人って感じになりますよ。M だと私なんか多分全部指は先開いちゃうと思いますね。そうするとなんか、関節のところが曲がってから随分先が余っちゃって、操作性も非常に悪くなると思います。あとね、これが心配なのは、こういうグローブ系、こう引っ張るとですね、中のインナー一緒にくっついてきちゃうのがあるんですよね。まあ今んところそれはこれなさそうですね。あとですね、ロングよりかショートを進めるのは、上着から一緒に電熱線通すようなものでしたらこれでもいいんですけども、ロングだと、これよりかもうちょっと長いところから線が出るんでね、線の取り回しは結構大変です。バイクのハンドルかどっかからこう線をね、こういう私は今回直結で、まあするつもりなので、上着の中通してってよりかは外に線出してやるつもりなんですね。だからまあそういう意味では外の方が短い方がいいんじゃないかなと私は個人的に思います。それともう一つ。よくしょ。で、これタッチパネル、使えるっていう、ね、あれになってるんですけども、よいしょ。これですね。まあ私はちょっとバイク乗るんで、ちょっとハードケース入れてますから、ちょっと反則ですけども、例えば、この赤いところが反応するみたいなんですけども、変な話ですけども、まあ、皆さん大抵バイクのところにこうね、フォルダで付けたりするので、ここの平でですね、操作するって結構厳しいですよ。それでこれでちょっとね、ルート設定とか、
って感じでしょ。わざとやってるわけじゃないです。まあ一応ね、まあ実際ですから、グローブ持っての操作はかなり難易度が高いです。電話出るんだって。電話出れないですよね。まあだからこういうグローブでですね、スマホ対応っていうのはちょっとナンセンスかなと思いますね。私がいけないのかな。まあですから私今タッチペンで大抵はやります、冬は。まあそれはまあ皆さんにね、当たり前だよなんて言われちゃうかもしれないんです。ですからこれ、もうちょっとね、ここだったらいいと思うんです、まだ。この先だったら。そうすると先だったらこうね、できるんで、タイさん先につけてくださいよ、これ。センサー。絶対先ですよ、こうやって。ねえ。これって昼間、ねえ、素手でやる場合はこうやってやる場合もあるかもしれない。それにしたって、ここはないよな。この辺だよね。こっちは反応しますよ。あ、しねえか。どうやってやれって。まあ、絶対まあそんな感じですね。あとはまあ、それよりかはですね、いかにあったかいかっていうことが重要なので、またそれはね、ちょっと先になりますからレポートします。サイズはですね、普段ちっちゃなサイズしてる私でも S で、S 選んで正解かなと思いますね。だから自分は手が小さいなと思ってる人は M ではなくて S ですね。普段 M の人は、やっぱり M かな。M でちょうどいいという人は多分 M でいいと思います。ちっちゃい人は悩みますよね。まあ、でも今回私はこの S で正解だと思ってますので、一応ね、そこまでちょっとレポートしておきます。では以上です。